はい。皆の者、にゃはろー。よいしょ。ちょ、この BGM、短けな、これ。これ短け、短けな、これ。はい。はい、皆さん聞こえておりますでしょうか？聞こえておりますか？あ、聞こえてるね。アニャハロー。どうも。エリートミュコの桜ミュコです。まあ、今回はね、作戦会議ということでね、まあ、週末お泊まり作戦の、まあ、君たちはね、要となるということでございますね。ダブルメガネかけててクサ光らなかったからね、ミュコのメガネは。まあ、今回は、お泊まり作戦ということで。まあね、27日、まあ土日です。27日と28日に、まあ、ミコマリでね、コラボする予定があるんですね。ミコマリは。本性マリンさんというのを知ってますか？本性マリンという女をみんな知っておりますか？まあ、この人物ですね。そう。この人物、とうとうね、ミュコの家にも招き入れることになりました。やってる。矢がカタカナになってるね。それは本当かね？やってんの？マリンは。コロメント。ねえ。まあなんか、17歳のね、ガキンチョに、吸いたいだのか、言ってるみたいですね。まあ今回はね、そういうのもあり、ミコちゃんはね、これは、対策せねばなと。これは準備をしないと、まずい。まあ、エリートなのでね、ホロライブ筆頭の、そういうね、危機察知、というのはね、まあ、自信があるわけですわ。今回は、船長も17歳です。え？船長17歳なの？え？船長17歳なの？あ、なるほどね。まあ、17歳ということでね。まあ、17歳らしいんですけども。そう言うと、ミコの年下なのかな？全くそんな感じはしないんですか？まあね、今回は、とうとうね、ミコの家に来るということで、みんなと、作戦会議をしていきたいんだね。冷蔵庫にエロ同時。Thank you for watching.